ここ最近はね、本当に木田監督もおっしゃってましたけれども、切り替えのところでうまくいっているという話もありましたね。スワレス、うん、琉球の寄せが効いて大本、ポスト叩いた。ここは大本も頭を抱えます。ボール支配率でいうと徳島がまあ 52%、 琉球が 48%、 直近15分のデータですけれども、これは PK となりました。リオンジー冷静に右上に決めて徳島が先制です。取れた得点なので非常に価値のあるものだと思いますね。逆に琉球の方はいいリズムであったので、これでそこを壊さないように、壊れないように、はい、ウシーニョ、上原が痛んでボールロスト、清武、逆サイド田中圭太、切り返して、おー引っかかった、 PK。 清武も冷静に決めました。清武が肩引き出します。で中野の左足突き刺した、ね、カットインして得意なプレーなんですけど、はい、まあ、それがなかなかなかった中で清武がここに走って坂と内田のところにスペースでき、そこで中野が受け入れた、はい、パスでつないでいく、打ってきた、最後白井、相手が少しクリアせずにつないだところを奪い切ってから奪った後、早かったですね。横から縦、横パスで中に侵入してから縦パス、少し混戦になった状況だ、うん、福村、もう一度中、野田、胸トラップ、後ろから飛びどころだ、なんとなんと琉球の10番、琉球のバンディエラ、飛びどころ優の豪快ミドル、琉球が一歩前に出ます。いや、すごい試合ですね、まあ、ここも相手の少し当てにいったボールを拾って福村のいいクロス、野田がここはヘディングせずに一度収めて相手に突つかれたんです。アディショナルタイム目安の5分過ぎました。コーナーキック、アライーネットを揺らして追いつきました。追いついた徳島、ここでホイッスル、すごい試合になりましたね。